はい、今回はですね、はい、神奈川県の横浜市にやってきました。やりました。はい、横浜といえばやはり家系ラーメンということで、そう、家系ラーメンといえばこのお店行きます。来たかな。じゃあ家系総本山ラーメン吉村屋。ライス2枚。今日は一番最後の、本当に一番最後。ギリギリ間に合った。初めて、一番最後。結構やばかったね。でもライスあったから今日。今日は2枚。ライス大盛りです。最後です。行きましょう。よっしゃ行きましょう。大盛り、2丁あります。固め、梅、多め。はい、行きました。最後、めっちゃハマってる。ね。これ60円ってすごいね。ね、本当にすごいね。今日はまたバチリの感じが。油少ない食べ物は何を狙う？羊のまで行ったら正午のまで。
ちゃう。はじめ上越は最初はじめ行ってからすぐ直越行きました。一番最後のお客っていうのって今まで初めてなんですけど、ギリだったね。うん、本当に自分らが食券買って最後でしたね。うんうん、カウンターで食べたんですけど、うん、店員さんが横にね最後来てね、まかないっていうのがね、そうまかないを食べて、うん、それこそ野菜畑をねラーメンの中に入れて食べてらっしゃいましたけど、そうそうそう、うん、今日めちゃくちゃ和やかな雰囲気で、うんね、最後っていうこともあって、うん、結構ね店員さんとゆっくり喋れた感じでしたけども、そう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 、はい。まあ、味の方なんですけど、今回少し豚骨感が少し弱かったような気がしましたね。まあ言ってたね、うん、自分はなんかね、うん、あれ大盛りだったんで、うん、あの量食べるにはちょうどよかったけど、確かに豚骨のあんなグッと押した重さは今日はなかった、ね、うんうん、今日重さはなかったですね、うん、でもやっぱりこの返しの味、うん、返しが本当にうまいなと思うんですよ。なんかすごい自分的にはすごいツボにはまるなんか好みなんですけど、うんうん、あれがあったらね、あの大量のライスもあっという間ですよね、うん、
本当にあれ初め来た時ってもうなんかさ、うん、あの出てきた時にもうこっちのこと知ってるからか、うん、結構なカーブで来るでしょ、うん、大盛りがちょっと笑っちゃうぐらいのカーブで来るじゃん。このもう最近はコールしないですからね。じゃあだって聞かれたもん、あ今日も同じですかって、あそう二人ともですって治癒多めっていうのも、うん、まあその治癒の量もその日によって多少違うと思うんですけど、うん、今日はね、うん、何よりうまかったのはチャーシューですね。うまかったね今日、うん、普段ね、うん、吉村さんのあのチャーシューというとわりかしこう固めのものが多いじゃないですか、うん、今日は本当に柔らかかった。なんかいい柔らかさの厚みだったね、うん、ふにゃふにゃじゃなくて、うん、そう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 、本当にいいこう弾力で、うん、もうご飯めちゃめちゃ進む感じでしたね。本当に食いやすかった、食べやすかったでね今日ね、うん、チー、まあ、いつもチー多めだけど、うん、結構なチーの層の厚さだったんですよ。あすごかったです。すごく前にやった時ほどじゃないけどなんか結構な 厚みで、うん、今日どんな感じかなと思ったらね、うん、自分は逆にすごいちょうどよかったよ。 あのチーの層でも物ともしないぐらいの返しのなんか重さはないんだけど、うん、なんかね軽快な今日はスープって感じで、わかるわかる。しかも今日大量だったけどすごい飲みやすくて、うんうん、初めに結構バンバンいっちゃった、うん。であとね、吉村屋さんのすごいところは、うん、ほうれん草の量が多いんですよ、ね、多いよね、多いと思う、うん、強いスープだったりこの油チーズのね強さがある中で、うん、やっぱあのほうれん草が、うん、まあいい仕事してるんですよね。あの本当にスープによってはほうれん草っていらないと思う時も結構多いから、やっぱりほうれん草がうまく感じるとかっていうのは結構一個の、うん、なんかスープの強さの証明というか、うん、気がしますね。ね、自分はいつもチャーシュー麺なんで今日は本当にチャーシュー麺にして、うん、よかったなと思いましたね。で普段に増して綺麗なカーブを描いた大盛りライス、もう最高でしたね。2つ出てきたから綺麗だったなあれね、なんかね、本当にね、定期的にねやっぱり行ってしまうお店ですね、うん、ということで、はい、今日はもう本当味もそうだけどやっぱりこうまあ行くたびに徐々にこうお店の方との距離というか、はい、なんかねこうラーメンの今日は実はこれ話したけど、うん、家系以外のラーメンのことも少しオフトークで話したじゃないですか。お客さんが帰った後ね最後残ってたら食べてたんで、はい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 、でまあいろんな県のね、うん、あの話をして、うん、あこういうラーメントークで言わせ志村屋の総本山、家系総本山だけど、うん、もうそれを垣根を取っ払ってラーメンの話ができるっていうのはなんかねすごく貴重な、うん、こう楽しい時間でした。そうですね、うんうん、ますますね好きなお店になっていってますね。そうです、はい、ということで大変美味しいいっぱいでした、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。